ゆくゆく囲んでください。あの階段を上がってさっと上がろうかね。さあ急ごう。ああみんな稲刈りしてやるのか。ちょっと駐車場から遠いね。いい広場があるんだけどね、駐車場してくれたようにね。はい、着きました。いや着いたけどまだね、上に上がらなきゃいけないんで。肩甲塚公園、腰塚御門公園、これ100段ぐらいありますよこれね。また今日夜とは思い寄せなんだぞ。今日は鷹取をね、鷹取の古墳回っていうことでご用を受けたんですけどね、回ってるとね、ほとんどないやろと回ってると、結局8両ぐらいあったんかな。天皇陵も回って天皇陵なんかないかなと思ったらありましたで、その天皇陵が問題があるということで、で西明殿の寮、これはこっちじゃないかということでございますからね、診療が。ほんでやっぱり来てしまったんですよ。しかしやっぱり来てしまいました。こっちが間違いないでしょう。高取城の管理になってるんでね、上が建国塚古墳で、この下にあるのがね、腰塚御門古墳でございます。見られないけどね。はい、ありがとうございます。今日も鍵かかってますわ。ああ全く見れんね、全く見ることできませんわ。腰塚御門古墳発見。剣腰塚古墳のすぐそばで見つかったことから注目を集めました。剣腰塚古墳は古くより知られた存在でしたが、埋葬者は明らかになっていません。埋葬者は明らかになってないで、いやいや、それは太田の巫女さんですよ。太田の日の巫女さんでございますね。こちらの方が西明殿の陵と横でございます。間違いなくね。だからこれは、いやーこんな天気初めて来たけど、ビカビカ光ってますね。ここ中は見れるんでね。あそこはね、ちょっとね、小広してあるから見られへんでね。はい、見れます。あー、電気ついてるね。1300年前でございます。ああ申し込んだら立ち入りできるのかね。まあわし入ったけどね、1回は入りましたけど。いやーいいね。これがね、名古屋古墳もこれをちょっと一回り小ぶりやけど、こんな感じやったら後やからね。この天国塚が古墳の後に作られたということですから、もっと綺麗だったかもしれんね。小堀やけど、あ、素晴らしい眺めでございますで、奥飛鳥の山々をバックにピラミッドの方がすごいです。いやー何遍来ても最高やね。これみんな見に来てもらいたいね。最高でございます。ピラミッド型の1300年ほど前の、1300年ほど前に作られたね、古墳でございます。一回崩れましたからね。ほら、ここに
これ書いてあるやん。大田の姫巫女は、大田の姫巫女は天智天皇の娘やったかね。なんかそんなやったな。なかなかよかったよかった。はい、素晴らしい。やっぱり西から見たのが一番感じがいいかな。東から見たらちょっとね、遠くからしか見られへんかしね。西からが一番いいかな。飛鳥の奥、飛鳥の山々を見ながらね、最高のシルエットが楽しめます。この前来たときここでガイドの方いろいろ説明してくれたよね。全然場所が書けなかったけど、聞いとったけどさね。旦那塚古墳、兼業寺塚古墳、御用の古墳。御用の古墳ってなんだ。ああ、大塚野口王坊古墳。あ、これ持統天皇陵。中山古墳、これは文武天皇陵やな。全部行ってんだよな。だからこの辺は全部八角古墳やろ。八角古墳、八角古墳やね。壇の塚に、兼業寺に、野口王墓古墳、中山古墳、あれ大津ね、御用の古墳、あれ大津や。あれも八角古墳かね。八角古墳になってんねんな。まあ行った時見た感じは四角四角かったけどね、これ。あ、これやな。中わからんかな、中に入ってないから。はい、な、撤退しましょうか。ありがとうございました。はい、今日は高取町の古墳を回るでございました。あ、3時間ほど回りましたけどね。ありがとうございました。3時間、いや3時間半はかかってるか、いや4時間ぐらいかかってるか。10時半、20時、3時間半ですね。はい、3時間半で大体回りましたね。ありがとうございました。高取町を回れでした。いやいや、最後にもう一軒ね、もう一軒行かないかんねんな。もう一軒行きますわ。もう一個ね、岡宮天皇陵のね、次にいたのが塚明神古墳やけど、その塚明神古墳のね、石碑を見に行きましょうか。柏原考古学研究所附属博物館の前庭でございます。そこにちょろっと寄ってか帰るでしょうかね。はい、ありがとうございました。